尊きかな主は、尊きかな主は、尊きかな主は、我がために十字架にかかりて贖いなれり。創世記12章の1節から4節3、はい、主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アブラムは主がお告げになった通りに出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムがハランを出た時は75歳であったということでね、75歳に到達してないわけですけども、まあその信仰の祖と呼ばれるアブラハム、これは後に名前が変わってアブラハムになったわけですが、神様から声を送った。それで今日はですね、この本の紹介でして、聖書がわかる10の扉で、あの無名の先生なんですが、私これ非常に優れた本で、優れた内容だと思うんです。というのが、教会に、来られる方がそんな時間があるわけでない、終日に、1時間ぐらいね来て、でまた終日2時間ぐらい来て、そういう人が真剣に求めてる、その求めているもの、
キリストの救いということを聖書に基づいてちゃんと理解してもらうために、この原先生っていう方がこの示されたその聖書の、まあ、最初から黙示録、創世記から黙示録まで、まあ、いわば横断していく。でこの先生はその教会でキリスト教会で大事に語られていることっていうのはテーマがいくつかあるわけですね。それをこう縦切りにして、だから聖書の創世記から黙示録をこう縦切りにパパパパッとテーマで切って、祝福なら祝福っていうテーマについて、創世記から黙示録まで縦切りにね、それから創造なら創造という問題について創世記から黙示録まで、縦切り、臨在なら臨在というテーマについてで、創世記から黙示録まで縦切りにして見ていく、まあ、そういう構想を立ててこの本を書いた。で肝心な中身がね、ちゃんとした中身でないといけないわけですけども、私は自分が今読んだところでは非常にちゃんとした内容だな。だから まずそれ論じ始めたら、聖書を読むってどういうことなのか、聖書を読んで何を得るべきなのか。だから今統一教会の話題が非常に話題になってますけど、都合のいいところをつまみ勝手な解釈を加えて、イエス・キリストの十字架は失敗だったんだとかね、失敗だったから今大のメシア救世主が現れてね、そのイエスが失敗をやり直してるんだ、これ統一教会の教えですね。明らかな間違いで、でも聖書を使ってそういうことを、間違いを言うこともいくらでもできる。そうじゃなくって正当なキリスト教の中で言われてきたこと、でそういうことをちゃんと踏まえて、分かりやすくこれだけのね、コンパクトにまとめてくる、非常に優れた本で、私これそのままね、ビデオにして動画にしてね、第1回は創造、第2回は祝福、第3回は贖いっていうことだから、10回シリーズのビデオかなんかにしてみんな見たらすごく理解が進むんじゃないかな。なんか旧来の日本のキリスト教正統派のとこがあんまりにもそういう発想がなかったんじゃないか、まあ、そういうことをちらっと思ったりするわけですが、この中でね、まあ、10の扉、この先生は何を挙げてるかをまず紹介しますと、まあ、創造、クリエーションね、それから祝福、3番目が贖い、4番目が立法、5番目が臨在、神様が一緒にいらっしゃるという問題ね。で第6が戦い、で第7が相続、継いでいくっていう問題ね。第8が祭祀、第9の扉が裁き、で第10の扉が平和というまとめ方。これがパーフェクトな 100% のっていうわけじゃないけど、まあ読んで8割9割方、そうそうそうだよね、そういうまとめ方でいいよねって言える内容だと思います。で一番いいとこからね、お分かちしたいと思いますが、祝福、もう祝福そのものですよ。でさっきお読みしたところ、アブラハム、この箇所で、この箇所は全聖書の中で1、2を争う大切な箇所であるという、この原先生のご指摘ですね。豊かなメッセージを持っている、まあ創世記の中でもここが一番大事なところね。で創世記の11章までは創世記のまあイントロダクション、ね、導入部分で、12章から本格的に本題に入ってくる。そしてここでこうアブラハムの話が出たところで、方向性っていうものは決定的になる、ね、方向性って、最初に一度狂ってても、1キロとか2キロ先になったらもう全然違うところに行ってしまうわけで、方向性っていうのがいかに大事か、その大事な方向性づけをするところ、この短いさっきアブラの出てくる話の中で、祝福という言葉が5回使われているということですね。うん、それは創世記11章までに起こったこと、まあいろんな良くない出来事、呪わしい出来事がたくさん出て、それに対するね、解決ということをほのめかしているのだ。うまいことを原先生解説してますね。3節では分かりますけれども、祝福の反対語は何か、3節を見て分かる祝福の反対語、
呪い。そうなんですね。祝福の反対は呪いである。で、三節で漢字の呪うということを平使われている。漢字を使った呪うと、ひらがなで三文字で呪うと書かれてるね、両方が使っていう話ですが、これは語色ではなく、言語のヘブライ語が違う。ね、漢字で呪うと書かれた語は、まあ、軽く扱うという意味だ。軽く扱う。ね、罵るとも訳されている。でひらがなの方で書かれたの、ひらがな三文字で書かれたの、ろは、大雑把に言うと、思わしくない、ね、不本意な、そういう状況に置かれる。このひらがなの方の呪うですね、思わしくない不本意な状況が創世記15章までに、さっき読んでの呪うが5回使われてきた、ね、その箇所も書いてますけど割愛します。その中の一つ、神である主は蛇に言われた、お前はこのようなことをしたので、どんな家畜よりもどんな野の生き物よりも呪われる。この呪うっていうのがひらがなで書かれている呪うなんですね。お前は腹ばいで動き回り、一生塵を食べることになる。ここで呪う、思わしくない不本意な状況に、まあ、蛇と呼ばれているものが陥った、神様によって陥らされた。で、3章14節で呪われているのは直接的には蛇ですが、どんな家畜よりどんな野の生き物よりということは、家畜や野の生き物も共に呪われた、ね、生きとし生けるものが全て呪われたという状態に入ったことがわかる。ここでヘビはその霊的な力を持つものとして描かれている。つまり単純に動物との関係が悪くなったという以上に、まあ、霊的な存在も、目に見えないものも含む霊的な存在も含む命あるものを人は治めることができなくなった。人は霊的なそういう存在を治めることができなくなった。治めることができなくなるということは崩壊を意味している、ね、いい解説ですね。また創世記3章17節、また人に言われた、あなたが妻の声に聞き従い食べてはならないと、私、ね、神様が命じておいた木から食べたので、大地はあなたのゆえに呪われる。大地は呪われる。ね。人祖アダムが神の言うことに聞き従わなかったので、あなたは、いや、大地は呪われる。このひらがなの呪う、状況、思わしくない状況というものに大地がなってしまった。あなたは人間で、そこから職を得ることになる、ね。あなたは人間は一生の間苦しんで、そこから食べ物を得ることになる。3章17節で呪われたのは大地、ね。それは人間が食べ物を得ることの象徴ですね。で、働くことは本来人間にとって喜びであったはずなのに、働くということが苦しみに変わった。5章の29節でこのことは繰り返す。にある豊かさを引き出すのに必要な力。世界にある豊かさを引き出すのに必要な力が人間から失われたっていうことなんだ。今やあなたは呪われている。そして口を開けてあなたの手から弟の血を受けた大地からあなたは追い出される。これはまあ、カインに対する神の宣告ですね。あなたは呪われている。ね、4章11節で呪われてという名前の男で、そして9章25節ではカナンという男が呪われるということになりますが、まあ、両者は個人を指すとともに、まあ、人類ですね、人が呪われた状態になってしまっている。人間社会全体が呪われた状態になってしまって、私たちにその実態を伝えてというのは、呪いのきっかけとなったのは、呪いのきっかけになったものは何かというと、家族の命を奪う行為、すなわち家族の尊厳を奪う行為であった。
そういう指摘ですね。確かにそうですね。家族の尊厳を奪う、家族の命を奪う行為、これがこのカインという男が呪われ、カナンという人間が呪われたきっかけとなった、契機となった。で、これすなわち人類が呪われている状態ということを指してるけど、それは家族の命、家族の尊厳を奪う行為っていうところにね、深い根がある指摘ですよね。一人の人が呪われたら家族全体が影響を受ける。うん。人類最初の代表者が神に背いた。ね。アダムが背いたっていうことですね。その影響がくまなく広がってしまったということですね。この三つをもって世界全体は不本意な状態に陥ったことが明らかになりました。もう超ざっくり解説ですね。安心してください。これから祝福に入っていきますので、ひらがなで呪い、ね、不本意な状況、思わしくない状況、それは、その霊的なものとの関係性ということね。それから大地ということ。それが思わしくない、大変不本意な状況になっている、ひらがなで呪われているという状況になっている。その中で人間、人類を探して今日に至っている。その中で人類はこの呪いの中でどうにか生き延びる道を探って今日に至っている。いいですね。大きな展望ですね。すごい大きな構想の本でね。私この本は非常に優れた本でね。20年後、30年後にすごい価値が出てくると思います。という世界と人間の歴史を背景として始まる新しい出発のものが、一緒にさっき読んだ創世記12章はこういう世界と人間の呪われてしまった歴史を背景として始まってくる新しい出発の物語なんだ、それが祝福なんだね。5回繰り返された呪いを5回の祝福でキャンセルする。さっきのアブラハムの物語の中に祝福という言葉が5回出てきたっていうご指摘があったわけですが、それまでに呪うという言葉が5回出てる。だからこれまで5連発されてきた呪いをね、ここでアブラハムに神様が証明の声をかけた、アブラハムが従ったことを通してキャンセルする、打ち消すことがほのめかされているよう、非常に言い方が手堅いですね。謙遜な言い方だと思います。しかし合ってると思います。そのような背景がわかると、なぜアブラムという男が祝福を受けるために、あなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れることが求められたのかもわかるのではないでしょうか。なるほど。で、ここでアブラムは文字通り物理的にこの3つから離れる。この3つとは土地、親族、父の家、それはそのどれもが不本意な状況にあったから、土地も親族も父の家も不本意な状況にあった、呪いの中にあった、この3つは呪いの世界の中で、呪いの世界の中でもまあどうにか生きていけるシステム、言い方がうまいですね。もうむちゃくちゃでごじゃごじゃになっててもごたごた起こさないで流れに従ってやってったら生きてはいける、食べてはいける、今の日本みたいな感じですよね。この3つは呪いの世界の中でどうにか生き延びていけるシステム、しかしそれを続けても呪いは解決しないね、今の日本にまさに必要なメッセージですね。不本意な状況、本来そうであるべきねのと違う思わしくない状況は今のままやってても解決しない、離れなさいよっていうお呼びかけがアブラハムに対してあった。呪いを祝福に変えていただくためにアブラムはまずそこから離れることが必要でした、ね、ここで祝福という言葉そのものを考えてみましょう。日本語で祝う、ね、祝うと祝福の合成された言葉が祝福ですね。祝うと幸福の福、合わせて祝福、祝うことのできる幸福な状態が訪れる、ね、
それが日本語で感じられるニュアンスです。ヘブル語では、まあ、バラクという言葉なんだっていう解説ですね。根本的な意味はひざまずく。先週の尾上聖愛教会のメッセージでも出たのと全く同じですけども、ヘブル語と祝福と訳されているヘブル語でバラクはひざまずく、根本的にはね。で、欧米ではプロポーズするとき男性が女性の前にひざまずいて愛を伝える。ね。男性が女性の前にひざまずいて愛を伝えてプロポーズする。そういうひざまずくなんだ。それはすなわち相手の幸福のために尽くす。幸福、相手の幸福のために尽くす。これがひざまずくという言葉である。とすると、ここで創造主なるね、人間に命を与えた、存在を与えた、生きる意味を与えた神様の方が人間に対してね、そういうプロポーズに似た、ひざまずいてあなたのことを愛していますよ、という、そういうプロポーズをしてくださってるのだ、ということがわかる。ね、アブラハムに目を留めた神が、アブラハムがもしも自分を頼りにしてね、本当に創造主なる神様、頼り切って大丈夫なお方というふうに、神を頼り切ってね、三つのものから分かれて出てくるなら、アブラハムの幸せのために私は尽くすよということを神が約束している、プロポーズしている、そういう場面だっていうことですね。だから人間の男女の関係でも結婚という時に男性が女性にプロポーズします、プロポーズしました、それはあなたのことを幸せにした、まあ今はあんまり日本でそういうことしませんけど、しないかもしれませんけど、私についてきてくれたらあなたは幸せですよ、絶対幸せにしますよ、でその絶対幸せにしますよっていうのは破られることも往々にしてあるけど、それが本当だったら本当なわけですよね。で、神様は人間に対して本当のプロポーズをなさってくださった方で、そのことがこのアブラハムの物語によって、まあ、示されているということですね。祝福というテーマ。そのね、贈り物、その時に贈った花束なら、花束ならぬ三つの贈り物の一つ目は、大いなる国民とする。大いなる国民とする。二つ目は名を大いなるものとする。アブラハム、アブラムという名前を大いなるものとする。確かにそうですよね。今世界の人口の半分とか三分の二の人がアブラハムの話を知ってるでしょう。その名前を知ってるでしょう。うん。これはまあ熟語で語られていて、その意味を組み出すと、アブ、人格とかね、品性が高潔なものになるっていうことなんだ。だって名を大いなるものにするっていうのは、アブラハムの人格品性が高潔なものになる。確かにそうですね。アブラハムは大変な苦労をさせられた、困難を通らせられた、だからある意味そんな誠の神みたいなね、あんまりにも恐れ多いものを信じちゃったから、しないでいい苦労をさせられた、見ようによってはそう見える。人がそんなことでは苦労しないようなことで苦労させられた。でもその特別プログラムを通して、いかにアブラハムの人格品性が高潔な素晴らしいものになっていったかということを聖書を読んで私たちは教えられる。そして贈り物の3つ目は、あなたを呪う者を呪うという特別な方、もうすごいね。だから日本のクリスチャンはもっとこういう約束をね、パッとね、だからこれもらいましたってもうハンコでも押してもらいってやったらいいと思うんですね。うん。そのあなたを呪うものを呪う。このあなたを呪うの方は漢字の呪うでして、ちょっと待って。漢字の方で書かれてるのは、なんだっけ。ひらがなと漢字がね、意味合いが違って。漢字で訳されてるのは、漢字で書かれてるのは軽く扱う。だから人があなたのことを軽く扱う、ね、あるいは罵るっていうことがあった時に、相手に対してはひらがなで罵る、ね、
不本意であるね、思わしくない、そういう状況になるということになるんですよ。あなたを呪う者を呪うというアブラハムへの特別な保護の約束、うん、そしてこのすべての贈り物とともに主なる神がアブラハムと共に目指すのは、神様ご自身がアブラハムと一緒にね、一緒に目指していこうよっていうのはね、地のすべての部族が祝福される、地のすべての部族ね、日本人も入ってるわけだ、ロシア人も入ってるわけだ、アメリカ人も入ってるわけだ、ウクライナ人も入ってるわけだ、朝鮮人も入ってるわけだ、地のすべての部族が祝福されるということです。言い換えるなら、他のすべての部族が呪いから祝福に移る、ね、呪いから祝福に移る、あなたによって祝福される、アブラハムによって祝福される、ね、アブラハムはこういう器になるために招かれた、ね、いかに統一教会なんかが言ってることが嘘っぱちでいい加減なこと言ってるか、ね、何々人は祝福されてて、何々人は呪われてて、その呪いを陶源するためにお金をたくさん貢ぐんだってね、嘘800ですよね、180嘘ですよね。そうじゃなくって、誠の神様をね、イエス・キリストを通して、救い主を通して、もう全ての罪は許されてる、誠の神に受け入れられてる、信じる者は自分が祝福されるし、その祝福を全ての部族にね、流していくというか、与えていくというか、あなたによって祝福されるね、それが誠の神をイエス・キリストを通して信じる者の立場だということですね。ここから聖書のすべての物語が始まっていくと言っても過言ではありません。この神の招きにアブラハムは、ね、ここでもしアブラハムがノーって言ってたら、この話自体がないわけですね。しかし幸いなことにアブラハムは答えた。そして神はご自分の約束を忠実に、神は果たしていった。それがどんなふうに展開していくか、それを書いてるのは創世記のストーリー、いや聖書のすべての残りのストーリーね。制されるためには、大いなる国民が形成されるには、一つ目の約束ね、アブラハムに子孫が生まれないといけない。ところが75歳までアブラハムには子供がなかったね。当時の一般的な感覚で言ったら、それになるまで子供ない、もう呪わな不本意なね、とてもそうあってほしくない、そういう状況に置かれてた。それを神様が繰り返して祝福にした。また大いなる国民が生きていく土台となる土地が必要だ、ね、空中に生きるわけにはいきませんし、塵を食べて霞を食べて生きるわけにはいかないわけだから、生活基盤となるもの、土地が必要である。しかしアブラハムはその足がかりになるものをね、離れなさいって言われたわけですよね。土地、親族、父の家、これ三つは呪いの中で何とかやってるだけで、そこにずっといたってしょうがないんだから、一遍離れなさいって手放しちゃってる。で、旅に出た、ね、事情を知らない人が見たらね、アブラハム一家っていうのは、故郷を追われた訳あり家族に過ぎない。しかし神はこれをひっくり返して、土地も与えてくださる。ね、そういうことですね。二つ目の贈り物、アブラハムの人格が非常に高潔なものになっていく。これはね、ある日一日だけで突然ピュッとなったんじゃないっていうことですね。数々の失敗と成功、試練を通してアブラハムは変えられていった。ね、私たちにも希望がありますよね。私もこのね、もうアーメンですよ。もうアーメンとしか言いようがないですよ。数々の失敗を通して、ね、試練を通してアブラハムは人格が練られていった。そしてアブラハムの心は主なる神の心に近づいていった。自分に命を与えてくださった、ね、生きる意味を与えてくださった神様の心に近づいていった。そして名前がやがてアブラムからアブラハムへね、変えられる。それは彼の内側が変えられていくことの約束であり結果であるね。一番素晴らしいところは、人間の中から変えられる。ね。それは、一生懸命修行して、外の形を整えたら、そうではなくっ
って内側からなんか芯がぼーっと燃えてくるように、不思議なことに内側からそういうことが起こる、こういう事実があるので、キリスト教って呼ばれるものはもう2000年ずっと続いてきたわけですね。そうでなければもうとっくの昔になくなってしまっているでしょう。で、その内側から燃えてくるものの核心は何なのか、一番大事なことは何なのか、ルターの宗教改革っていうのはそこにあったわけですよね。神様との関係性において、アブラハムが祝福を受ける約束を受け取ったように、神様からね、呪いに変えて祝福をいただけるんだ、そうやったら人間は人間として生きていけるんだ、呪いのシステムの中にね、不本意でこうあるべきではないんだけどっていうシステムの中に、でもここで生きないとしょうがないから、そこにずっと生きなくっても、そこから離れて誠の神様を信じてやっていけば生きていけるという確信が何度も何度も歴史の中であってね、人間人類が明脈を保ってこれたということですね。うん。さて、三つ目の贈り物もアブラハムの人生の様々な局面。これは守りの約束ね。神様が積極的にアブラハムに敵対するものを攻撃するという意味ではないということですね。アブラハムに敵対者に攻撃するという意味ではなくって、そもそも神から離れた世界全体が呪いのもとにある、ね。神様から離れちゃってる世界っていうものが、もともと呪いのもとにある。だからアブラハムと対決しちゃう、対立しちゃうっていうことは、呪いの中に置かれたままになるっていうことだ。これ重要な指摘ですよね。うん。そういうことなんですよ。アブラハムと敵対するっていうことは、そういう誠の神は信じませんよ。うん、誠の神を信じて信頼して祈ってやってたら祝福ですよ。そういうことは私は拒否しますよって言ったら、アブラハムがいただいた祝福に預かれない、すなわち呪いの中に置かれている元の状態の中にあるままですよ。そのご指摘ですよね。うん。ここではむしろアブラハムがこの神の守りに感謝して、まあいろんな危険に際しても自分の策略とか自分の浅知恵で身を守ることをやめて、敵対する者に自分で復讐するとかそういうことをしないということが言われてるんじゃないか。ね、神様ご自身からの守りに信頼して、非暴力に徹することが示唆されているのではないか。祝福はひざまずくことだと学びました。そうすると、あなたは祝福となりなさいと言われている。それはすなわち何を意味するか。アブラハムもまた、アブラハム自身も神様が自分に向かってプロポーズしてひざまずいてくださったように、他の人、誰かに対して幸福にすることを尽くす。ね、あなたのことを幸せにしますよ、家族に対してか、伴侶者に対してか、また自分に従ってくる人々に対してか、私についてきてください、私はあなたを幸せにしますよ、そういう生き方ということですね。会社勤めをしていれば自分の部下に対してっていうことになるでしょうか。ね、でそこには相手のためにならないことはしないということも含まれているのではないか。もうこの先生ね、短い文章でピシッピシッと書いてますよね。よく社会っていうの分かってると思う。これに応えて、その誰かもアブラハムね、じゃあそんなにそこまでプロポーズしてくれるんだったら実際そうしましょうかってやってたら、神様ご自身がこのアブラハムと誰かに対して、神様がさらにひざまずいて支えてくれる、そういう関係性、そういう神様の方法です。それが聖書の中でずっと展開されていく、この方法を箴言3章34節では、あざける者を主はあざけり、へりくだった者には恵みを与えられる。箴言3章34節というところで、主はあざける者をあざけり、へりくだった者には恵みをお与えになるとまとめている。神様ご自身がまずへりくだってくださった、そしてあなたを祝福しようとプロポーズしてくださった。これを受け取った者は神様の真似をして自分もへりくだり、誰かの祝福となる。ね。
神様の真似をして自分もへり下って誰かに対してへり下って誰かの祝福となる。その時神の恵みというものがそこに満ちていくことになる。それが祝福の姿だっていうことですね。でもうちょっとですが、新約聖書の1ページ目の一番最初を見ますと、アブラハムの子という言葉から始まるが、この表現はここから始まる物語がこの創世記12章の祝福の物語で、最初にお読みした創世記12章の祝福の物語の続きであることをマタイの一番最初の経図は示している。私もその通りだと思います。イエスこそアブラハムの誠の子、徹底してへり下り、自分がへり下り人々に仕えることで人を祝福なさったお方、それがイエス様、ね、イエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっている。あなた方の間ではそうではない、ね、イエスを信じる者の間ではそうではない、私のフォロワーの間ではそうではない。イエスの言葉、あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕える者になりなさい。がイエス様ご自身が仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人のために贖いの代価として自分の命を与えるために来たのと同じようにしなさい。すごい言葉ですよね。イエス様ご自身が仕えられるためでなく、仕えるために来た、また自分の命さえも差し出すために来た。だからね、祖父大平正義っていう本があって、うん、大平正義さんの孫である渡辺光子さんっていう人がね、大平さんがカトリックの神父と対談して、このイエス様の十字架っていう問題ね、だから大平さんはこのキリスト教の一番大事なところをガッと掴んでるクリスチャンだったなと改めて思うのは、そのイエスについてきた人で自分がサダイ人になるとかウダイ人になるとかね、栄養映画を求めてきた人がいたけど、イエスがだんだん十字架につくっていう形勢になってくると、その人たちは蜘蛛の子を散らすようにいなくなったって大平さん言ってるわけですよ。で、神父相手にね、そう言ってね、で、カトリックグラフっていう雑誌なんですけど、そこでしばし呆然とした表情って書いてるわけよ、大平さんね。イエス・キリストについていって栄養映画を求めた連中がいるけど、十字架が近づいてくると蜘蛛の子を散らすようにいなくなった、しばし呆然とした表情、大平さん語りながらはっと気がついた。しかしその次にね、確信に満ちた表情でってカトリックグラフは伝えてくれてますけど、しかしそのイエスの十字架に、しかしそのイエスの十字架のもとからしか神の国は始まらないと分かった人々がおったのですし、その人々は皆まっとうな人生を歩んだ。これが大平さんの指摘ですよ。本当に大平さんクリスチャンだったな、本物のクリスチャンだったな。これ読んで本当に心底を思いました。大平さんに、とても懐かしい思いを持った。だから統一教会なんてその真逆ですよ。イエスが十字架にかかったのなんか失敗だ。だから失敗したのを文鮮明がやり直さないといけない。とんでもない話ですよ。イエス様が身代わりになって死んでくださったから、そこから神の国が始まる。ね、神様の御業ってのはそこから始まらない。統一教会ってのはそれを否定して、金の力なり権力の力なりそういうもので自分がこういうふうにやるんだ、ね、韓国と日本の間に、トンネル掘るんだとかですね、うん、政治家にどんどん献金してね、自分が思うような政治家を通してね、権力を牛耳ることによって、まあ彼らが思う神の国が実現すると思ってるわけでしょ。フォロワーを信じ込ませちゃってるわけでしょ。大平さんは明らかにそれと違う、それは違う、全然違う。イエスの十字架のもとからしか神の国は始まらない。ね、統一教会みたいなね、やり方はそれは全然違いますよ、ということを言外に言ってるわけですよ。これ大平さんの1970年の発言です。カトリックグラフでね。
そういう対談をして、もっとクリスチャン、それをぐっとね、大平さん、素晴らしいことを言ってる、本当のことを言ってるってね、受け止めないといけなかったと思いますね。もっと大平さんのために祈るべきだったと思います。それは大きな反省点だと思いますね。さて、ちょっと雑談になりましたけども、現在の私たちは、このアブラハムの子であるイエス・キリストからプロポーズをされてる。わかりやすいね。これを受け取って、生きるもの、すなわちイエス様を信じるもの。ね。その生き方は当然のことながら、自分が人を祝福する。人に祝福を与える。すなわち自分の方がひざまずいて使える生き方だ。そこで、ペテロの手紙第1、3章8節から12節でこのように言われています。最後に言います。皆一つ思いになり、同情し合い、兄弟愛を示し、心の優しい人となり、謙虚でありなさい。悪に対して悪を返さず、侮辱に対して侮辱を返さず、逆に祝福しなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために目に召されたのですから。ね、命を愛し、幸せな日々を見ようと願う者は、これペテロの手紙第1の3章8から12節っていうところですけども、幸せな日々を見ようと願う者は、舌に悪口を言わせず、唇に欺きを語らせるな。悪を離れて善を行い、平和を求め、それを終え。主の目は正しい人たちの上にあり、主の耳は彼らの叫びに傾けられる。しかし主の顔は悪をなす者どもに敵対する。というか、御言葉ですね。ここに創世記12章がこだましている。ね、さっきの新約聖書の御言葉に、創世記12章がこだましていることがわかるでしょうか。私たちは思うかもしれない。ここに書かれていることは確かにそうできたら素晴らしいけど、そうできそうにない。ね。この感覚こそが聖書を読むときに大事なところです。聖書の命令はそう書いてあってもね、できません。私にはとてもできません。そこがスタート地点です。ね。ですからこそ、そうなれるように私を作り変えてください。ね。私を助けてくださいと祈らなければね、達成できない、そういうふうになっているっていうご指摘ですね。全くその通りだと思います。しかしこのことに気がついて、神様の前にへり下るとき、神様がさらにひざまずいて私たちを助けてくださる。私たちはそれを体験していくんだ。この無限のへりくだりループに生きる。これが神の祝福に生きることなのだ。ね。教会の中にはいわゆる上の人はおりません。ね。確かに組織としてあるので、代表が選ばれたり、決定権が委ねられたりね。物事を決める権限を持つ人はいるかもしれないけど、それは形としては世の中で起こっていることに似てるけど、イエス様の言葉はね、あなた方の間ではそうであってはいけません。ね。人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。しかしあなた方の間ではそうではありません。そうであってはなりません。教会ではそうであってはなりません。ということですね。うん。形としては世の中と似てるけど、実際は真逆である、そうであるべき。世の中は選ばれた人は上の人ですが、教会では選ばれた人は下の人なのだ。使える人なのだ。そして教会は全体として一人の人のようにね、教会そのものが全体として目の役割を果たす人もいる、耳の人もいる、足の人もいる、手の人もいる。それが全体として一人の人のごとく神を知らないでいる人、呪いを呪いとも思わず生きている人を祝福するために教会というものは存在している。まあ確かにそうですね。地のすべての部族が祝福されるために神は今日も教会と共に働いておられる。地のすべての部族が祝福されるために神は今日も教会と共に働いておられます。
アーメンだと思います。以上です。